電話かかってきたんですけど、上司から。えってやっぱ絶句しました。とにかく両親がやっぱ喜んでくれました。知らないお店の人とかにおめでとうございますって言われてました。傷がつかない優しいナイフのようなとんでもない人だと思います。去年の紅白で見せた重圧とか緊張を力にこう変えられるとんでもない方だと思います、はい、やはり朝ドラランマンで見せたあの涼しげな目元の奥に宿るこう燃える炎のようなとんでもない人だと思います。歌手の皆さん、そして司会のお三方をしっかり支えることがもう何よりも第一だと思っています。密かな野望としては、どこかのタイミングでバックコーラスの、まあ、合唱とかに混じってちょっと歌ってみたらいいかなとかって、ちょっとはい、それぐらいですかね。第74回 NHK 紅白歌合戦。